こんにちは、いさきです。本日は中日ドラゴンズについてお話ししたいなと思います。何度か中日の動画は出しております。で、その中で外野問題についてはたびたびお話ししてきました。ただ今年の中日、明らかに異常なことが起きています。正直現状の中日の問題点挙げればキリがないんです。で、先日現在の厳しいポイント課題についてはたっぷりとお話しました。そこを先にご覧いただければなと思います。で、ここに来て少し驚きのニュースが入ってきました。ガルシア、レビーラの両育成助っ人の支配下契約、はい、70人の支配下が埋まりました。アリエルが怪我でしばらく出られない可能性がある。タバーレスが現状厳しい。若松も支配下を掴んだんですが怪我離脱。一軍が長打課題。ホームランを打てる助っ人が足りない。ライデル、ジャリエル、ビシエドと助っ人が3人で1枠余るからこそ支配下そんなにおかしくないように見えるかもしれません。ただ中日抱えてる問題が多いんです。一つずつ分けてお話ししていきます。まず外野手問題。まず外野手の攻撃力問題。現在ポジション的にはこんな感じです。キャッチャー以外全てがマイナス。石川昂弥選手の長期離脱がサードには響いていますが、センター、レフト、ライト、今年は打てる選手を置きに行くという方針もあり、21年ほどのマイナスではなく改善傾向にはあります。ただここは相対的でもありますので、ライトは鈴木選手、オースティン、そしてサンタナが一時離脱をしていたということが響いていると思います。21年は3ポジション合わせてマイナス87点分。攻撃力課題が顕著、層が薄いといえばそうです。で、今季のポジション別打率を見るとこんな感じ。実はスタッツで見ると率は悪くないんですよね。で、先の表を見ればマイナスを出しているのは意外に思うかもしれませんが、チーム全体で外野は火力を出したいポジションです。中日はこの3ポジションでヒットこそ多く放ててはいるんですが、ホームラン合計10本にとどまってしまっているところが課題です。ヤクルト、そして巨人のように他のポジションでホームラン量産ということができない。現在2桁本塁打が0という状況なので、ここは長期的にプラスを出せる選手、まあ、助っ人中心でもいいので確保したいところ。ただその中でチーム2番目のホームラン王のアリエルが離脱中、4番目の5本の石川昂弥選手が今季絶望、6番目の4本の鵜飼選手も離脱中です。その中で助っ人追加、流れ的には悪く見えないと思うんですが、2つ目外野手の数問題。支配下野手現在37人で、育成野手は0となったので全ての野手が支配下となりました。その中で外野登録人数現在14人、3分の1以上を占めます。で、登録こそ違えど、アリエル、郡司選手、福田選手、レビーラが外野となると18人、つまり野手の半分が外野手になります。それで相変わらずマイナス、そして攻撃力課題となっていること、何度も申し上げているんですが、外野手は減らした上での追加がマストで、ある程度その動きはありました。むしろドラフトではバランスをよく追加した上で助っ人補強、アリエルが外野を守るとしてもアリエルの怪我の多さなどを考えてサブ助っ人が必要と何度もお話ししてきました。その中でドラフトで3人追加した上で助っ人補強はなし、そして外野手の後藤俊太選手を石岡選手とのトレードで獲得。異常な編成です。かなり理解に苦しみます。本来レビーラ、ガルシアは22歳ですし、これからの選手でもあり、育成、将来的な戦力化を見据えた獲得。こういう選手をしっかり育成するために、一軍で蓋となる選手を獲得するというのが普通の流れなんです。実質去年のオフからの動きだと、ドラフトで5人外野手を獲得。で、即戦力的には守備外野を入れた形になるんですよね。確かに去年も数は減らしました。ただ結局根尾昂選手を起用することができず、ショートコンバート、そして現在は投手転向となっています。で、ライト岡林選手、センター大島選手、レフトアリエル中心。まあ、この状況で枠って今空いてるの1枠なんですよね。で、何度も申し上げている通り、火力を出したいチームの長打課題だと、ライトで単打タイプの岡林選手を入れると、やや苦しいんです。もちろん彼のコンタクト力で守備、機動力は外せず、大島選手の後継者筆頭候補だとは思うんですが、大島選手、岡林選手と出る側が2人外野を埋めるのであれば、他で長打をカバーしないといけないんですよね。
で当然石川選手、鵜飼選手、アリエルの離脱が痛いんですが、岡林選手を積極起用し、大島選手がまだ元気となるならば、レフト一枠、アリエルの離脱枠を福田選手、郡司選手、平田選手、加藤翔平選手、後藤俊太選手、渡辺選手、滝野選手、三好選手、鵜飼選手、ブライト選手、伊藤康介選手、福本選手、ガルシア、レビーラ、福留選手、およそ15人で争う形になるんです。まあ、実際は、鵜飼選手、ブライト選手がコンディション不良。守備走塁で加藤翔平選手、福田選手が代打となると、実質10人程度ですし、コロナ離脱組もいます。ただ明らかにあぶれていることはわかるでしょう。そもそもドラフトで、野手は3人追加も問題でした。仮に野手を3人追加するならば、投手も多めに指名、育成でも多く獲得してほしかったんですが、育成自体の指名がなし。以上です。そして守備位置問題。レビーラがもともとキャッチャーで、ガルシアが外野手登録です。ただ現時点でレビーラに関しては DH での出場限定で、ガルシアはファーストが数試合あったというくらいです。でレビーラももともとキャッチャーで外野経験ないんですよね。この二人を一軍でどうやって使うのか。まあ、やっぱり外野、レフトだと思うんですよね。で、アリエルがいないという中で若松を支配下契約にしたんですが、その若松も離脱。今はビシエドが元気なんですが、サードの石川選手が離脱、そして高橋周平選手も離脱となり、サード本職的な選手がおらず、ユーティリティ的な選手しかいなくなってきています。阿部選手をセカンドからサードに回して、セカンドにユーティリティ的な選手を入れるというのが今の方針だそうです。長期的に石川選手、育成で若松という存在がいますので、ドラフトで指名するかどうかは分かりませんが、やはり打てる選手を起用するのであれば、2軍で37試合で3割4分1厘3本19打点12三振 OPS9 割7厘の郡司選手、2軍で26試合で2割5分3本9打点 OPS7 割5分5厘の福本選手、選球眼と長打が売りの郡司選手、三振をせずパンチ力を見せられる福本選手、もうこういう選手を起用するしかないと思うんですよね。でこの2人が今は2軍でホームラントップの3本です。内容が非常によく、こういう選手を外野で起用できないということを考えると、やはりサードコンバート、また石垣選手らの起用もあって良さそうですが、現状難しいです。特にレビーラ、ガルシアとまだ外野守備で1試合も経験がない選手を外野起用するならば、まあ、一軍で考えるとこのメンバーが先だと思うんですよね。で今後どうやって起用していくのか、特にサード問題は、まあ、難しいと思うんですよ。石川昂弥選手がいるので長期的な出場ということではないにしても、まあ、こういう選手たちのオプションということで何とかするしかないんですが、まあ、郡司選手はもともとキャッチャーですし、急増にはなってしまう。シーズン途中のサードコンバートというのは難しいとは思うんですが、本当にポジション問題があるんですよね。で特にレビーラ、ガルシアに関しても、どちらにせよぶっつけなので、ほぼ条件としては一緒なんです。で続いて適応できるか。現在2人の2軍成績がこちら。サンプルが少ないので何とも言えないんですが、どちらにせよ来日1年目のこの2人を1軍でいきなり起用するというのは思い切りどころではないと思っています。1年目のアリエルでさえ2軍では39試合で2割3分9厘9打点20三振 OPS6 割5厘、翌年も52試合で2割5分7厘2本2打点2本21打点 OPS7 割2分2厘、そして3年目の開幕前に10試合で4割1分2厘2本6打点と無双し、支配下契約をつかみました。でそのシーズン、そして次の4年目になるシーズンに代打ビシエド不在の時の主力やキャッチャー出場で、5年目になる2022年にコンバートで主力に、彼クラスの怪物で5年かかった選手で、支配下まで3年かかったんですよね。その中でこの2人かなり飛び級の昇格なんです。もちろんこの2人への期待値も高いんですが、今の段階で支配下ということは早めにある程度の存在感を見せることが求められます。育成選手は長期的目線を持てるからこそ、今は2軍で多少苦しくても将来性で起用できます。ただ支配下となると70人枠を埋めてしまいますし、結果が出ないで支配下で 3,4 年待つって結構難しいところがあると思うんです。でまず2軍で結果というところから、支配下に何の問題があるのか、焦りすぎているようにも見えるんです。といってもこの2人の活躍自体は祈っています。
まだ2軍でオーバルとなっていませんが、まあ、練習だとか配信された練習でも良さを見せていた選手、立浪監督の目には相当光るものを感じているかもしれませんし、1軍でオーバルしてくれるかもしれません。そんな可能性を今は祈っていますが、正直アリエル・マルティネスくらいの怪物でも苦労してきたことを考えると、現実的にそこまで甘いものではないように見えます。そして今後の助っ人補強、ライデル、ジャリエル、タバーレス、ビシエド、アリエル、若松、ガルシア、レビーラと支配下助っ人が8人になりました。これは巨人の9人に次いで多いです。21年はガーバー、ロサリオをリリースし、今季の助っ人はライデル、ジャリエル、ビシエド、アリエルの4人、プラス若松、ガルシア、アルバレスの育成3人でスタート。支配下でタバーレスを独立から獲得、育成でレビーラを獲得と、もちろん獲得自体はしてるんですが、メインクラスの補強ゼロだったんです。21年圧倒的頻打に終わりながら、この補強なしっていうのは正直もう驚いたというか信じられなかったんですが、育成を全員支配下でこの人数となると、来季以降の編成、この中から数人リリースしないと助っ人が追加できなくなってしまいました。で、もちろんウレーニャのように育成打診という可能性もなくはないんですが、まあ、現実的にこれが可能なのかっていうのは難しいところです。で、タバレスは今季ある程度の存在感を見せたかったんですが、厳しい内容で、まあ、7人助っ人がいる状況で、特に野手でも5人いる状況ですので、来季の助っ人補強ゼロという形になるかもしれません。中日ドラゴンズなので、本来ガルシア、レビーラは育成的、若松は育成的というより、2軍の内容的には1軍期待で支配下だとは思いますが、この2人を追加して苦しんでもコーンオフリリースってことはないので、来季以降の補強が考えづらくなりました。というかほぼ絶望的になってしまいました。まあ、投手補強は当然あると思いますが、野手は大きな変動がないことが決まってしまったのかなと。もしあるとするならば、育成打診ということが必要になってくるのかなと思います。まあ、だからこそレビーラ、ガルシアの適用がチームの助っ人事情の鍵を握るんです。もうそれぐらい、まあ、彼に大きな期待を背負わせることになります。当然ファンとしては期待している存在なんですが、そもそも実践機会が少ないこと、今はただ信じて見守るしかありません。そして投手問題、現在の先発投手の成績がこちら。現在投手有利のバンテリンドームで投手成績が軒並み悪化中、岩崎選手、勝野選手の怪我があるとはいえ、先発救援ともに苦しくなってしまいました。先発で貯金を作っているのは松葉選手だけ。離脱の勝野選手がそろそろ戻ってくるとは思いますが、4番目の高橋宏斗選手以降、今松葉選手が試合を作ってくれてはいますが、この4人で 37QS、QS 率 68% と高い数字ながら、松葉選手、福谷選手、岡野選手、笠原選手、鈴木選手、上田選手、岡田選手、まあ、緊急登板の藤島選手含めて先発試合数が31なので QS 率が 16% なんです。で、勝野選手が帰ってくると6本は揃うんですが、ファームが壊滅的になります。で、現在の2軍の投手成績がこちらです。まあ、リリーフも厳しいんですが、岡野選手、上田選手、そして今は先発転向した橋本選手以外苦しんでいます。正直大峰選手も良さを見せた試合はあったんですが、また離脱となってしまい、支配下が難しくなっています。で、1軍の先発が足りない、戻ってくるとはいえ1人が離脱となると途端に苦しくなる、高卒2年目の高橋宏斗選手が外せない、それくらい厳しい投手陣です。2軍は防御率 4.15 でリーグ5位、失点361でリーグ5位、四死球352がリーグ5位、全てワースト。フォアボール数が2番目に多いオリックスが試合数81で、中日は71と10試合少ないんですよね。ただ40四球が多いんです。昇格候補は大峰選手、松木平選手、福島選手、松田選手、石川翔選手、アルバレス、竹内選手、浜田選手なんですが、石川選手は復帰後厳しい内容で、アルバレスは2試合、そして竹内選手、浜田選手は投げられていません。大峰選手は少し内容が良くなってきた中で再び離脱、福島選手、松木平選手、松田選手も支配下をつかみきるところまでは行っていないといえばそうです。で、今季のチーム順位とチーム事情で70まで埋めたということは、まあ、今季を諦めていないとも言えるかなとは思います。1軍は7月防御率 2.40、救援は 1.10 とまとまってきましたが、先発がチーム全体で足りないことは明確です。その中でタバーレス獲得も埋めることはできませんでした。だからこそ先発補強、今季はある程度諦めがついたとも言えるのかなと思います。
まあ、もしくは今後2軍で根尾選手先発調整ということもあるのかなと思います。これらを考えると支配下での先発獲得が難しいなら野手で助っ人2人支配下、ほとんど実戦経験がない選手でも起爆剤になりうる助っ人というところで枠も空いている、登録ということは実は分からなくはないんですよね。ただまあ石岡選手のトレード相手があぶれてる外野っていうことや、ポジション的にも経験もないし起用も難しい、段階的にいろいろすっ飛ばしてることを考えると疑問は残します。全体としてはこんなところ。もちろんガルシア、レビーラには起爆剤になってほしいですし、アリエル、ビシエドの次の世代の助っ人としてチームを支える存在になってほしい。ただ育成的に獲得した選手がいきなり1年目2軍でもあまり打てていないまま1軍で打てるっていう可能性は現時点では低い。この段階での支配下というのは彼らを焦らせる形にはなります。現実的に考えてしまう自分は今回の焦った支配下をなかなかポジティブに考えることはできないんですが、本人たちからすると大チャンスです。どうしても長打がなかなか望めない中日打線では起爆剤になりうる。順位的には厳しいですし、今シーズンは正直雰囲気的にも厳しいんですが、まだチーム全体で諦めていない、ファイティングポーズといえばそうなんですが、できることとするならばもうこれしかない、そういう選択ではあるのかなと思います。ただこういう選択によって来季以降の編成がめちゃくちゃ難しくなりますし、今後の補強にも大きく影響していきますので、今シーズンのガルシア、レビーラの内容というのは非常に大事になってくるかなと思います。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。